OM システムゼミ写真を楽しむ講座ののごご視聴ありがとうございますす進行の高山です、えー、今回は写真家の北山照康さんをお招きして、えー、早起き必須、成形写真で楽しむ2022年の夏をお届けします、えー。それでは早速ご紹介します。写真家の北山照康さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうもどうもということで。どうもどうも。早起き必須。<laughs> そうなんですよ。今日のこの早起きっていうのが一つ大事なキーワードに。 早起きる方なのね。早起き、早く起きる。うん、早く起きるっていうのが、もう今年の夏は皆さんやらなければいけないことなんですよ。これはね、ご家族も楽しみですね。早起きを必須をちょっと目覚まし時計をね、かけたりしてね。そうそう,そうあの。いつもよりもちょっと早めにっていうのがね、キーワードですね。で、い楽しみ今日はですね、あの、まあ、2022年の夏ということで、はい、えー、まあ、夏に見られる星空を中心にご紹介をね、していこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、では、表紙をお願いします。 はいいありがとうございます、えー、この作品は、まあ、天の川が、ね、今映ってますけれど夏の風物詩ですよね。天の川ですね富士山まだ間接してますんでこれ実は撮影したのは春なんですけどああ、ね、まあ夏になるとですねこの富士山の雪は時計。 登山道に明かりがともり夜でもですね登山者が登っているのが見れるということであそれが、まあ、僕にとってこう夏のこう光景なんですよだから被写体も空も入れ替わりますけど地上の風景の変化も楽しめるのでねロマンがあるよねではちょっとね夏,夏ということで来るのねまた夏がね <laughs> 夏っていつからいつまでだと思いますか 夏ってでも初夏って言われるのがもう5月になるのかそうそう初夏5月もうなんか最近なんか5月でむ暑い日ありますからそうですねもう少しさばやかイメージあったけどねそうそうなんか春の次ね、うん、もう穏やかな季節というかもうそれもなく一気に暑くなりますから、うん、最近だからもう夏といえばなんか5月ぐらいからじゃないのって思う人もいると思うんですけど、うん、まあ一応その暦の上では6月7月8月をですねまあ夏と 定義して。いる五、ね、月二十一日頃って具体的にあるんだ天文学、ね。そうなんです。あのまあ、皆さんもご存知だと思いますけど、夏至の日ですね。ああ、そうかそうか。なるほど、ねはい。夏至の日は、まあ、大体その天文学で言えば。あの夏の、まあ、始まりというか。うん、ええー、と言われてまして、で、秋分の日を迎えるぐらいに。<ー>いい夏があるという。なるほど、ね。まあ、一応そういうのもあるんですけど、多分一般的なのは、まあ、この六月、七月、八月っていう,うん、うん、ざっくりとしたものだと思うんですよね。 まあなので今日はまあその6月、7月、8月あたりに撮れるものということをまあ中心にご紹介をしていこうかなと思ってますね。ちなみに私、夏至の,の日って皆さんもご存知かもしれませんけど、昼が一番長い日で,すですね。実際に夜の撮影時間で短くなるんですけど、どれくらいになるかってわかります確かにどれくらいなんだろう。確かに7時ぐらいでも明るい <laughs> ?7 時、平地8時ぐらいでも下手したら明るいんじゃないですか。あ、そうですか1時半日。日没が7時15分とかですから、 実際、白明の時間があると、1時間ぐらいは明るいですから、8時過ぎぐらいでも若干まだ明るい。あ,あ、そうか。と考えるとどれくらいあるかわかりますえ。そんで朝の日が昇るのあって、はい。えー、9時15時え、6時間ぐらいおお鋭い。そうですね。まあ大体6時間から7時間ぐらい。地域によって変わるんで。えー、短いね。そうなんですよ。だから、 ですね、下肢近くっていうのは撮れるのすごい撮れる時間が少ないので忙しい忙しいんですよ逆に冬至の日なんか一番夜長いですからそうですねそう、湯に入りながら<の>ちょっと <laughs> かすんごい疲れるんですよ冬の撮影って寒いし夜長いしいそうなんだそうそうそううわ大変だわ大変なんです寒いしねそうなんだから下肢の日っていうのはすごく忙しいわけなんですけど、えー、まあそんな話は置いといてというか <laughs> まあ夏といえばどういう成型写真なのかっていうのはちょっと一枚 お、ね、見せしたいなと思うんですけど、あ,いいあのこれはあの能登半島ですね、鳥羽にある東大で撮影してした。えー、私東大大好きなんですけど、この東大いい形してますね。そうね。この東大三百六十度こうね見渡せるというかあの三百六十度からこう東大をね取れる場所で、えー、広く、ね、開けたスペースなんですよ。そうであの<ー>まあ結構東大の明かりがぐるぐる回ってはいるんですけど、うん、まあ明るいんですが、うんうん、まあ白明の時間帯に撮影していますので。 まあそんなにその明かりが白く飛んでいるのはまだそんな目立たないんですけどこれねよく見ていただくと星がちらほら映ってはいるんですがわかります <laughs> ねちらほら映ってますけども本当にまだ白目要は日没して割とすぐぐらいの、えー、星空そっかそっかまだオレンジがね下の方に見えてますもんね見えてますよねだからあのまあこういうのまあ結構こうま真っ暗になってしまうと撮れない風景っていうのがありますからい,いいですよね、はい、この好きだわ。 僕もね、結構夜のこの入り口みたいな時間がいいですね。いいね。いいタイトルだなもう。こういうのがやっぱりこう、夏といえばやっぱ僕海のイメージがね、強くて、まあ海といえば一つ、灯台っていうのもね、被写体としてはあるかなと思うので、うんうん、まあ全国いっぱい灯台ありますから、まあ今年の夏は灯台と、まあ、星空の写真なんかもね、ああテーマに撮影されるのもいいんじゃないかなと思ってます。いいあともう一個、あの、海の写真というか <laughs>、 ありますけどこれは<ー>、えー、まず正直に言うと私の中では、えー、60点ぐらいいののの写真思ったより低いですね <laughs> そうな,のなこれはあのー、天原市海岸っていう、まあ、これも結局あの富山にある観光名所ですけど奥に本当は立山連峰が見えるんですよ。ね、で冠雪している山が後ろにこう稜線が見えててそこから上る星空みたいなのをこう撮れる場所なんですけどこの日はまあ晴れの予報だったんですけど。 まあ、あいにくのこの雲でですね地平線に雲かかってますけど、うん、山が見えずこうライブコンポジットはうまくいったんですけどそう残念ながらあ山は見えずということで60点なるほどねじゃあまた行かなきゃそうなんですよなかなか遠いんですけどこの風景はやっぱ他にはないのでですね、まあ、やっぱ美しい形ですねこの家、ね、美しい形ですよねこの木がねだからこれはまあやっぱり成形写真家としてはリベンジせねばならぬというならぬ 案件なんです。<ー>はい。まあ、要海の風景っていうのは、まあ、当然、東西もありますけど、こういう海岸線にある祈願っていうね。ちょっと面白い形した岩祈願,、ね、祈願って言いますけど、全国いっぱいあるんですよ。そうですよね。そうそうそう。そうなんです。祈願はね、お気に入りの岩があってね、そ,ねそれぞれ行きつけの岩が。<laughs> 行きつけの岩ありますよね。うん、まあ、結構だから、性のをね、テーマに撮影されるのもいいと思いますので。あいいですね、やっぱり、なんかアイコンを入れてね。そう,そうそう。取ってあげる。 整形まあどうしてもね海沿いの雰囲気だけだと平坦になってしまうのでこのように起伏のある何かしらアクセントになるものを入れるとあそれはいいポイントですよね、はあ、いいかなと思いますのでーーぜひぜひ挑戦していただきたいなと思います<ひ>で、えー、次の写真なんですけれども、はいこれはあの4月に撮影した写真、まあ、4月といえばつまり桜ですよね,ね春天の,の川か天、はい、の,の川なんですけど 先にネタばらしをしますとですね、<ー>これは手持ち撮影です。はい、そうなのまたさすがにこれは。<laughs> <laughs> ちょっと、あれが過ぎるんじゃないのいや,い,やい,やいや、そうなん僕はあの、前竹山さんに多分ね、前の動画の時にもお話ししたんですけど、うんうんね、毎回必ず手持ちの成形写真を一枚入れますああ言って俺これからちょっとやるわ、みたいな感じの。エムワン。OM、<laughs> でもさすがにこれはちょっと。<laughs> い,やいやいや、これ手持ちなんです。しかもですね、すごい私手持ち撮影を極めつつありまして、これ片手手持ちです。えー、<laughs> もう両手は使っていないです、これ。右左え、右手、私聞きて右手なんで、えー、右手で、えー、シャッター2、 20秒間間らいか結構な長時間録ですけどあもうここまでは手持ちでいけるちょっと天の川がどういうことなりましてですね。これねあのでちょっと次の写真もちょっと引いた写真なんですけど。 撮影地は、こういう撮影地など、土手沿いにある、いいとこですね。あれ、これ長野な、まあ、某所なんですけど、土手沿いにある桜の木なんですよ。で、下、よく見ていただくと、車、あれ、私の車が乗っかて止まってます。で、その横にですね、川が流れてるんです。あ川なんだ。そう。川が流れていて、で、その川から斜面があって、桜の木があるっていう位置関係なんですよね。で、 普通に撮ると実はこうなっちゃうんです。これ次三脚の写真なんですけど。えー、三脚の写真これですね。まああんまり変わってないと思うんですけど、すぐ気づく方は気づくと思うんですけど、右上の。あ、電線そう。さっきのね、電線があったの分かりますあ、これね、結構ね、長い区間。場所、はい、によっては絶対入ってくるね。そうなんですよ。つまり三脚を立てて、この桜の木と天のが撮ろうとすると、 要は、電線が広角だと入っちゃうんです。そうですよね、どう考えたって。<う>よくある、それ。よくありますよね。うん、で、ただ本来、川の向こう側に行かないといけないんですけど、やっぱ川はまたげるような川ではないので。あ、そうなんだ。結構、かでかいんだよね、あれね。でかい。意外と、あの、歩幅、まあ、どんだけあっても超えられない川なんですけど。流れちゃう。つまり、その、自分自身も位置がこれ以上いけないときに、あと何できるかって、手伸ばすしかないんですよ。うわ。こうやって、グッと。 で、手伸ばして片手で撮ったのが、さっきの、この写真。ばっちりじゃん。そうすると、まあちょっと映ってますけどね。いや、全然全然。さっきよりは全然、こう、<ー>電線の位置あの、要は電線目立たないと思うんですよ。えー、つまり、こう、私のもう撮影風景ですけど、この川から半身乗り出して、うん、片手でブル,ブル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 って。ブルブルブルしながら撮ってる。20秒でしょそう。 なんですよで手持ちの,あのアシスト機能を使っているのであ手持ちアシスト機能ね。そうそうそうありますよね。要はどれくらい今手ぶれしているかを視覚的に分かる機能ありますれ、ね、あれを撮影中に見ながら,ら、ね、こう片手で手を震えながらですよあれをなんとかこうアシスト機能を使いながら撮っているということで,でこれは感動的だなで皆さんだから何が言いたいかってもうもう本当三脚がですねいらない。 すごいな <laughs> これ取れればもう三脚いらないと思うんですよねだって天の川取れちゃってるしねそうそうそうだからもうあのもう本当にこ,これから三脚を持っていくような大変な場所とかでの整形写真撮影本当に気楽にできるようになってきているそうですね あの、OM1 ね、持っていらっしゃる方もう、あの、ちょっと思い切って今日三脚なくしてみようっていうで。そうね、う逆にね。そうそうそう。ようすると、あの、もしかしたら今まで撮れなかったというか、撮らなかった構図とかで自分が撮れてくるようになってくるので、写真がちょっと180度変わるかもしれない、うん、ですね。結構スナップ的な、こう、楽なノリでね、構図作りもできるし。そう,そ,うそ,うそうなんです。 っってていうのを、ね、やってるんですこれはちょっとぜひ開発の方にですすごい世界がまあまあ訪れたわけですけどもうちょっと話をね戻り戻させてもらうとこれちょっとうっすらねしてますけどこれも天の川ですね。春の季節っていうのは結局地平線から天の川上ってくると、まあ、そのまま明け方になってしまうのでそれ以上の天の川、ね、<ー>見れないんですけど、うん、もうこの夏の時期からは。 えー、この南中する天の川っていう縦にそびえ立つ天の川もね、取れますから、地域<ー>線から登ってきた様子も取れるし、るね、南中する天の川も取れるしっていう結構美味しい季節ですから、えー、本当に長時間天の川撮影楽しめますから、ぜひね、やっぱりこれは取ってほしいなと思う視野体でありますね。綺麗だわ、はい。ありがとうございます。そしたらちょっと、えー、表に移ります。はい、表。あ、大事大事。 今後のね。はい。今年の、まあ、2022年と書いてますけど、はいえー、2022年のみにしか撮影できないものと、それ以外の、えー、撮ってもらいたいものということで、ちょっと分けたんですね。上の2つが、<ー>えー、毎年必ず撮れる、まあ、流星群です。で、その下の5つは、えー、今年しか撮れないものということで、まとめさせていただきました。 えー、期間があるものに関しては黄色く塗りつぶしてありまして、えー、もうその日しか取れないものというのもあるそれは、えー、緑色の丸ポチで、ね、表示をしております、えー、いろいろあるぞいろいろありますよもう学生大集合ちょっと気になるぞ気になりますよねまあそれは後でね ご紹介します。とりあえず、今年の夏に取れるものからご紹介していきますね。はい。はい。で、まず上の2つの流星群なんですけど、うん、みんな大好き、流星群、ね。みんな、まあ、あの、これは一応おさらいということで、えー、お話ししたいんですが、うんうん、まあ、流れ星の中でもですね、こう、ある一定期間の間、決まった位置から流れる流れ星を、まあ、流星群と言います。うん。はい。で、一番流れる日を極大日と言って、まあ、一番流れる時間を極大時間と言いますね。うんうん まあこの辺はあの結構ご存知の方多いと思います。で、その〇〇座流星群、例えば今回水亀座とかペルセウス座ってありますけど、ああいうふうに星座の名前がついているのは、その星座付近から流れるからですね。その〇〇座っていうわけですね。で、それ以外の流星は三在流星というわけです、ね。ああ在流ってあ、ね、で、今年のその、まあ、夏ですね、取れる流星群なんですけど、えー、まあ、あ水亀座、ヤギ座、ペルセウス座と、 一応この3つがね、あります。もちろんこれ以外にも、えー、マイナーなものはたくさんあるんですけど、一応メジャー級のものはこの3つかなというところですね。うんうん、はい。で、まあ、あのー、7月に1個ある、その水がめデルタ流星群っていうものは、えー、あまりその1時間あたり流れる個数は10個と少ないんですけれども、うんうん、えー、同時期っていうか同じ日にですね、ヤギザアルファ流星群っていうのも極大を迎えることで、大体この2つ足し算されるんですよ。 あらら同じ日なので<ー>あの結構その足し算されることによってそこそこ多く流れるのが、えー、この2つの流星群の特徴です、ね。しかも条件がいいじゃん。条件いいんですよ。おっしゃるとおりも、えー、極大時刻が8時と夜で、で月明かりもほぼなく、最良ということで、えーまあ、今年の夏はもうこれは取らざるを得ないというか、取らなきゃいけないものなんですね。みんなもも見やすすいよねしかか土曜日ですから あのそれ皆さんちょっと。お家族の方もね。いいで,すかでこの時期なんかもしかしたらね、お子さんも夏休み入ってゃうです。季節と,、ね、と一緒に。季節と一緒に。ちょっと夜更かしして、えー、流星観測してみるのはいかがでしょうか。えーね、いいですね。いいですよね。 で、まあ、これが7月なんですけど、うんうん、8月のペルセウスダ流星群っていうのはちょっとね、忘れてはいけないですね。うん、みんなこまあ、これは結構毎年必ず、あのー、まあ、注目されるものなんですけど、残念ながら今年は条件があまり良くなって。うん、そうなんよね。はい、満月過ぎた後の。あ、おっしゃってましたね。そう。そうね、結構ね、明るい月があったりとか、極大時間が昼間だったりって、うん、結構悪条件揃いで。<laughs> ね、今年はあんまり流れないかなっていう予報なんですけど、どね、ええー、まあ、下にも書いてますが、あの、この日、ピンポイントは異常悪いですけど、えー、その前の、えー、比較的月明かりがない8月1日から9日は、 えー、そこそこ、流れるのを見れるんじゃないかなと思います。いいですね。夏休み期間でね。そうですね。まあ、これも、うん、本当にご家族で楽しめる天文現象ですから。まあ、ぜひ見てほしい。<laughs> そうですね。まあ、撮影している方はその撮影でもいいですけど、まあ、ぜひご家族で見上げていただきたいなってね、うんうん、思います。いいで,すね、で、えー、っとですね、ちょっと流れ星の作,作例もお見せしたいんですけど、これどこにあるかわかりますかね。<laughs> 薄いですよあ、真ん中下の方にいますよそうですね気づきましたかちょうど天の川のところちょっと丸ポチしましょうかねそこそここれはあの流れ方的にはですね左下から右上に向かって流れてるんですよあ、そっかそっかこういってんだねそうそう地平線から現れてきたような感じですね これも実はあの5月の頭に同じように水亀座流星群っていうのはまたあったんですよ。ああ、あれゴールデンウィーク期間中そうそう、ゴールデンウィーク期間中に流れるやつがあって、まあそれがたまたま映ったんですけど、うん、まあ薄いですけどね、これも同じ水亀座流星群で、うん、今回の,あの7月30日に見られる水亀座流星群もその放射点って言われる位置がその天の川から向かって左側ぐらいなんですよ。つまりこの今少しぼんやりと明るくなっているところあたり。 あの辺に水が目座があってああいい、ね、そうだからあの構図としてはこの天の川が登ってくるのを構えているとその天の川に対して左下から右上に向かって飛び込んでくるというおしゃれな流れ方しますそういうイメトレできるわけだそそうそう,そうお、ね。おしゃれな流れ方ね変わったことなかった <laughs> おしゃれな流れ方ね変なところに流れないでこの天の川が、ね、確か、ね、ある変なところにねありますの、ね、で横断するようなのが取れればああ<ー>おめでとうございますういうと,ということになりますね,ね まあ、あの、狙うってほしい、ぜひですね。うんうん、で、ペルセウスラ流星群は、まあ、こんな感じなんですけど、これはちょっと、あの、結構昔にね、撮影したものなんですが、えー、もうこれはっきりとわかりますよね。丸に囲まなくてもわかると思うんですけど、うん、ピュッてね、流れてますよね。しかもあの、色、あの、色がかっこいい、あの、ね、<laughs> ありがとうございます。これ、あの、これちょっと星座線とかないんで、わかりづらいんですけど、あの、天の川、これも同じように天の川がですね、 左上から右下に向かって、わーっとあるんです。うん、はい。で、あの中に実はペルセーザーっていうのが埋まってまして、で、これは逆に右上から左下に向かって流れ星が流れています。はい。まあ、あの、夏の明け方の空ですね。はい。はは秋の星座とか、冬の星座、もうこれ、冬の星座のあのね、スバルとかアルデバランとて大しざの星とかが昇ってきてまして、うもう秋と冬の星座が揃っている時間帯の出来事なんですけどどね。あ、もうですね。そうなんです。 これは、あのー、まあ、ペルセウサ流星群の特徴なんですけどね。この辺の冬の星座と一緒に撮れるのが特徴なんですけど、まあ、あの、やっぱり流星群撮影される方は、ぜひこの魚眼レンズに,に、ね、い。いですね、やっぱりね。映る範囲がすごいね。ぜひ <laughs> ね、準備していただけたらなと思います。で、その流星群撮影の場所の選び方なんですけど、うそうですよね。大事なと,ころとにかく、そう、空が暗いところが、まあ あもう一番大事ですよねで。あとはもう周囲が開けているところっていうのもすごく大事です。あとはあの長時間の観察される方は特にお手洗いとか自動販売機と、うん、か。めっちゃ大事。めっちゃね、大事ですよね。近くにあるところを探してくださいということと、あとやっぱ夏でも寒いですから防寒対策と、うんうん、あともう虫よけ対策。虫ね、うん、刺さると集中できなくなっちゃそうそ本当に。<笑><笑>かゆいんだよね。そう、あれはすごいよ。よくないですから。そう、あれはダメ。そうもうだからとにかく。 まあ、あの、そういう体も守りつつ、安全に時が見ましょうね。ということでございました。はい、さらっとね、流星群は終わりなんですけど、さあ、いよいよ本題いきましょう。えー、今年の夏のお話に行きます。うん、で、一個一個紹介していくとですね、あと僕多分2時間ぐらいかかるんですよ。すごい、<laughs> ね、で、動画の収録時間限られてますから、うんえー、残念ながら。 今回は上の2つだけですかね、ご紹介して終わりになっちゃうかなと思うんですけど。気になる。高山さんも気になると言ったら惑星大集合なんですけども、星図見せします、ね、も長くなんとなんと今年の夏は、えー、皆さんもご存知の惑星たちが全員集合するという。まあ、うん、何かしら会議でもあるのかしらね。すごいわね。<laughs> いいこと言いますね。うん、惑星会議があるんですかね。うん、で土星、海洋星、木星火星、そしてちょっと隠れてますけど、あそこに月と天王星があって、 金星もあるよと。なるほど。ということで。えー、まあ、水星がいないのが残念ですけど。確かにちょっと遅れてくるのかなそうそれ向かいうのかうあ素晴らしい。遅れてくるので、金星のお、に続いて水星も登ってくるんですけど、ちょっと間に合わず。あ、そうなんか。ちょっとね、厳しいかなって感じで、今回は。残念ながら、えー、エントリーしなかったわけですけど。なるほど。えー、もうこの惑星集合は、私がもう何年楽しみにしたんだろう。ずっと昔からこれを楽しみにしていたので。えー、本当。 ね、あのだってこんなことない,ないんですよ<や>直列するみたいなね,ね毎年何かしらの惑星が見れるのはあるんですうん、うん、あの例えば夏の明け方の空に、ねうんうん、火星が見えるとかあるんですけどうん、うん、こんなみんなが勢ぞろいするなんてことはなくてこれはもう本当に早起きして撮ってくださいあの3時なんでやべあ <laughs> しかも6月25なんだとそうもうあのねすぐなんですすぐです3時です、はい、だから早起きして、えー、見てほしいどこ見ればいいの あの、東の空です。東の空。東から南東の方向ですね。ほうほうちょっと作品を一個ね、お見せしようかなと思うんですけど。もあら、綺麗ねー。これは、あの、私がつい先日撮影してきた。つい先日は、その、あの、惑星集合なんですけど、どこに何の惑星があるかを、一応丸にしました。あ、本当だ、いる。そこに土星、で、あ、そうね、合体している、見える木星と火星ですね。 はあ、で金星があってそれを追いかけるより月も登ってくるよ。やば月ちゃんと来てるよ。そうなんですよ。これは本当ねあねすごくドラマチックな光景だったんですけど面<白>あのい<や>これこのイメージをねあのまあ頭に覚えておいて上で、うん、まあさっきの星図もう一回見ますけど土星海王星木星火星という感じですね。あと金星ですねや<ば>、はい 要は、あの、一個一個の惑星の特徴っていうのが、当然、あの、わからないんです。木星はあのガリレオ衛星って衛星があったり、うん、土星は赤があったりって、それぞれ惑星って何かしら特徴があるんですけど、うんうん、当然、成形写真的に撮っていくわけですから、 あの、広角ですから、そこまでの特徴は捉えられないんですね。高くまで点で撮るっていうことになっちゃうんですけど、うんうん、あの、白明の時間帯なんですよ。つまり朝方の空。で、惑星は明るいですから、惑星以外の暗い星がどんどん先に消えていくわけで、残っていくのが惑星だけなんですよ。なるほど、ね、だからその瞬間を捉えると、非常に惑星を強調した写真が撮れると思うで。あら、ドラマチックね。そう朝を白明のこの、ちょっと日が昇るぐらいの時間帯に撮ると、 この惑星だけが写ったでも,、ね、もう正直明るくなってくると「ああも,もう疲れたし見えなくなってきた人とかと思うんだけど <laughs> そ,、あのー、その通りなんです夏ってその天の川を追いかけ続けると、うん、天の川の撮影で結構ずっと撮ってて朝方天の川がそびえ立ってる状態を撮ったら満足して帰っちゃうんですよそうそうよくあるそこからがあるんですそこからがあるのが今年の夏なのであそうなんぜひ撮ってほしいこれは、ね、僕の興奮伝わりますか皆さんもうってビビビンよビンビンですからね、うん で、僕ね、この写真を撮るためにわざわざ2月に同じ場所に行ってるんですよ。まあなんでかっていうと、こ,この場所で惑星集合を撮るために事前にシミュレーションをするための素材を撮りに行ってるんですね。で、これは天の川と金星ですけど、この写真の写ってる星の位置関係で、ねえー、未来の構図を決めてるんですね。まあ、未来のかっけえ <laughs> 未来の構造 <laughs> だからもうシミュレーションをしてるんです、これ。常に、はあ。見えてるんだね。そう。で、これでさっきの写真を撮ってくるわけなんですけど、はあ ええー、まあ、えー、なかなかね、面白いねそう、あのー、この夏暑いですよっていなってんですけど、夏だわはい。で、ちょっとね、次の写真もお見せしていこうかなと思います。はい、はい。これも、そうですね、惑星集合。あの、これも結局、あの、丸囲まないと分かりたいと思うんですけど、これも土星、火星、木星、月球。あ、こういう写真好き <laughs> ありがとうございます。んでんで <laughs> これは、テーマがありましてですよ、あのー、 ええー、ムーンロードですね。真ん中のがムーンロード。あ、ね、出あれは綺麗だよ。と金星の、一番左の金星には、ビーナスロードっていう。ちょっちゃい。さがありますよね。海に反射してる線。金星も映るの金星も映るんですよ。知らなかった。本当ですか。金星ぐらいの明るさがあれば、海に反射するんですよ、ね。ええー、で、このムーンロードとビーナスロードが共演するっていうのは、すごく、レア。知らない、知らない。ビーナスロードだってみんな聞いたぜひね、金星の道ですよ。これも撮ってもらいたくて。 何とも言いますけど、6月25の。これちょっとね、海のそばの方とかいるだろうからね。そう,そうそうそうなんですよ。あの、そういう方はぜひ、朝ね、ね<ー>海行ってみるのもいいですし、ええー、まあちょっとね、あの、頑張って撮りに行くっていうのもいいと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、撮ってもらいたいなと。綺麗これ。もうわけですよ。こういう惑星が集合している要素ですねす。え、これ何時ぐらいっておっしゃいましたこれが、まあこれもちょっとつい先日撮影したもので、大体3時半とかに撮ってますね。今の3時半ってこれぐらいなんですね。もう明るいですよ。 もう本当すぐあっという間に朝ですからね。なんか本当朝と夜が混ざってる感じがね。<laughs> そうですよね。たまんね。たまんないですよね。でこういうのも撮ってるんですよ。あれかわちいいね。これはあのー、有名なねあの観光地ですね。これもあの春の四重奏って呼ばれる富山のあの有名な観光地なんですけど、<ー>これも結局惑星が集合してるんですよね。もよ。はい。 実はこの4月から惑星っていうのは徐々に朝方の空に集まり始めてるんですよね。やっぱ朝に会議するんだ。そう、朝に会議するんですけど。<laughs> そうするとまあこういうのも取れたわけですね。素敵だね花畑とね。そうなんです。これはだから下がチューリップで奥が桜の並木で奥がまあ立山連峰の関節してて。素晴らしいね。で本当はこれに菜の花が共演してまあ春の四十層ってね。あらまた聞いたことありますね。はい。富山の春生まれるんですけど南の花が間に合わなかったので春の三十層なんですがこの惑星三つずつうことでまあ春の六十層になって。まあ素晴らしいね。前かこれ。を狙いにね行ったんですけどさっき竹山さんおっしゃいましたけど。 やっぱ結局この瞬間を待たずにみんな帰っちゃうんですよ。そうなんですよ、ね、そう天の川を撮ってもう,う、ね、もう疲れて帰っちゃってこれ撮ってるのは私だけだったんですね。あら何十人かいたんですけど、うん、やすごいみんな天の川とのチューリップとか、ね、桜並木取撮りに来て満足して帰ってしまったということで<ー>実はこういう風景も撮れたんですよねいいよという話ですね。 で、まあ、この6月の、まあ、1ヶ月間が良かったんですけど、まあ、7月からもですね、あの、それぞれの惑星、ちょっと距離は離れてくるんですけど、まだ引き続き取れるので、あの、6月取れなかったとしても、7月の朝、もう同じように3時ぐらいですね。なるほどね。同じ期間でもね、はい。そうですね。明け方の空に注目していただきたいなということで、早起き必須という話だったんですけど。そういうことやったんよね。そうなんです。で、もう一個ですね、忘れてはならないものもありまして、はい、あの、これ6月26日に、 限った話なんですけど、ここ惑星が集合しているんですが、えー、月の位置がですね、あの金星のすぐそばに来るんですね。ああ、いいですね。はい。なので、あのー、この惑星を取りつつ、集合取りつつも、うん、少し焦点距離を長くして、うん、金星月、そして M45 スバルっていう<た>プレアデステなんですね。 あそこだけクローズアップして撮るのも面白いんじゃないかなというのが最後のご紹介です。ですね。そうなんですね。ほら、さっき高山さん言ってた水星、ちょっと地平線の目にありますあ、モンだラ来てるちょっと遅かったよそう、でもだいぶちょっと慣れるじゃん、ちゃんと。そうだから、海だったらいけるかもしれない。確かにね、ギリギリのもう高度が1度以下なので、1度ぐらいなので、もうこれは、ちょっとギリギリなんですけど、狙う価値はある。へえ面白いかもですね、海行ってみるのもね。そうなんです。 で、この金星月とスバルの写真なんですけど、まあ当然私過去にこういう,うん、うん、写真はないので、参考程度の写真しかご用意できないんですけど、うんうん、あのあ、前にもね。そう、これ結構前に撮影してものなんですけど、うんうん、これがまあ金星とスバルの接近です。すごいですよね。こうやって見ると金星の大きさよ。そうなんですよ。大きいですよね。まあ高度、まあ、光が明るいですから、うん、こんだけキラキラ光ってるわけですけど、あの、これに対してあの月が、 え同じ画角の中に映ってくるようなイメージす,すごいことになりますなんかキラキラのキラですよ<う><う>キラキラのキラですホ <laughs> もうあのー、これはすごく印象的な光景になると思うので<ー>こぜひ撮影してほしいですね<ー>、まあ、このピンポイント1日しかないのでこの1日晴れるか晴れないか 2> そ2度とか天気ね一応梅雨時だもんねそうなんですよだからまあうまいこと晴れればっていう感じで<ー>朝方のこれも、えー、おさらいですけどもう一回ごめんなさいえー、朝の3時15分 三時十五分ね。東京の時間なのでちょっと前後します。当然あの,の地方によってですね。だからまあちょっと調べていただく必要あるんですけど、まあだいたい二時半ぐらいから待機していればどこのあの場所も同じようにいい。望遠鏡でもね見るのでもいいしね。そうそうそうですね。もう本当いろいろ楽しめると思うので。三日月っぽい感じなのかな。そうですね。うん、もうめすごい細い。細いあなんか絵になりそうですね。そう地球しです。つまりあの地球の。あ大好きだね。そうそう地球しと金星とスバル。うわ見てー。 ここに地球しの月ですね。いやロマンチックだねこれは。はい。まあ、ちょっとイメージこれもイメージなんですけど、これあのー、細い月が今地平線から見登ってきたのが見えると思います。はい。その上に右上に土星があってその左上の明るいのが金星なんですね。今私左下の部分だけ話してますけどここだけ。すごいなんか月が赤く見える。そう地平線から登ってきた月はこんだけ明るいんで。 そっか。そうですね。またね、ムーンロードができてるけど。ムーンロードできてます。そうやって見たらやっぱ金星と明るいよね。明るいですよね。やっぱもうこの光景は、まあークまで参考なんですけど、この金星と月の,の要は火星の位置ですね。火星の位置があの月になって、金星の位置がスバルになるような感じですね。いいね。イメージに,になるね。そう。だからまあ,あるほど、ね、こうやって未来の構造ね。<laughs> どういうねビジュアルになるかはお楽しみですけど。 あのもうこれは晴れてたらぜひいやこれ覚えておきたいね 6, 26 6月26日の3時26分ですね、はい、早起き必須,早起き必須ということで、まあ、今日の早起き必須のお話はこれで終わりということでい素晴らしい、まあ、今日のちょっと紹介した機材ですね、まあ、あのいつもの私が好きな74であったりはやっぱり降格これから天の川、うん、の時期ですから天の川撮影では必須になります。うん 流れ星撮影などで役に立つのが8ミリの魚眼レンズ、フィッシュアイレンズですね。まあ、この辺りはやっぱりあの流星群を、まあ、広く撮るためにですね、やっぱり魚眼は必須。この惑星が集合している様子とかも、まあ、これら74とかですね、8ミリのフィッシュアイでも撮れるんですけど、先ほどのように一部の惑星と月を撮ったりとか、クローズアップして撮るときにはやっぱり40、150ぐらいの。 画角カバーできるといいかなと思うのでこのレンズも成形で使えるかなと思いますはい、ということでいやー盛り上がりましたねいや,いやいやもうね、今年の夏暑いですかでもうね、だったわちょっとあとね、5時間くらい切りたいけど <laughs> あっという間でしたねそうですね、ちょっと他のご紹介できず申し訳ございませんでしたいやでもこれだけね、夏に楽しみトピックがあるからもうすぐにね、もうとにかくまず大集合625はい、はい、625それから626と626と おせっさいね。七月も流星群とかね、八月もあるから、うすうがしね。夏は。忙しい、忙しいですよ。ぜひ楽しい計画をね立てながら、またねこの北山先生のお話をちょっと復唱してみながら、えー、あれだな、未来のこだ、未来の構造をね未来の構図考えてみてください。はい、はい。ということでここまでご覧いただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございます。はいそして北山さんありがとうございました。ありがとうございました。いはい,さい,い、はい、皆さんまたお会いしましょう。